さんこんにちは。昨日よりマシになってますよね。これ Amazon で市販薬を購入して今日届いたんですけど、 Amazon さんは市販薬に関してはレビューを書かさないようにしてるね。風邪の引き始めにはカッコン湯、私はカッコン湯信者なんですけど、長いこと飲み続けると魔王っていうのが悪さをするって聞きまして、北里大学の先生にお仕事でそろそろ薬替え時やなと思って、小日なので病院に行けず耳鼻科に普通行くんですけどね、薬局に行くのも辛くなってきたんで Amazon で購入、教えていただいたカリンの蜂蜜漬けがその日のうちに届いて、日本郵便で薬が届きました。カリン蜂蜜漬けがいい仕事してくれたような気がします。教えてくださった方ありがとう。たまにはこんなこともあるよね。本来の仕事は原稿を書くことなんですけど、文字にせずに喋ってなんとかなるってなって、今回読み上げソフトを使いましたよね。動画を作り始めた時は使ってたのに、書くのが苦痛で苦痛でとかなんとか言ってたら咳込んできましたので、読み上げソフトを使います。消化の大ちゃん、今時の家族層で済ませたんですね。公明の支持母体の今は友人層よね。昔は坊さんいたのに。産経新聞2023年11月18日。中野国メディアも池田の大ちゃん死去を速報、民間交流に重要な役割。中野国メディアは18日、公明の支持母体、消化の大ちゃんがあの世に行ったと速報。消化の大ちゃんのインターネットメディアペンパイ新聞は中日両国の民間交流の推進に重要な役割を果たしたと伝えた。ネットメディア観察者網は、池田の大ちゃんが初代首相の州の恩来や改革開放を進めた最高指導者の党の将兵と交流があったと紹介。過去に中野国人民対外友好協会が池田の大ちゃんを中野国人民の古き良き友人と呼び、中野国と非関係の回復、改善、発展のために重要な貢献を言ったと評価したとも伝えた。私、中野国の崩した文字間退治を入れ込まないといけない仕事を無茶ぶりされたので、チャイニーズライトというソフトで独学しながら書けるようにしました。中野国の検索サイトで、ジャーナリストや政治家の名前を入れては画像検索しました。田原の総一郎や朝日新聞の記者とか良い待遇で招かれてました。その時、消化の大ちゃんの特集番組を発見しました。中野国の言葉で展開されていますが、インタビューは日本語です。日本で友さんの主義を目指すといえば馬鹿にされるのですが、とかなんとか、あ、こいつら、友さんの主義なんだと確信しました。しかし、その時はまだ友さんの主義の恐ろしさの本質を知りませんでした。千の巨の旅に電話をしてくる会社員時代の先輩にあたる方が、せっかくの平和の憲法は守るから安心してねとぬかし上がりました。わあ。会見邪魔するん。不安やわ。何かやられたら、やり返しせるようにしないとダメでしょう。と詰めてしまいました。これまで、邪魔くさいので政治のことなんもわからないというふりしてましたから。これを機に縁を切りました。いらないこんなやつ。もう一人。信者さんで千の巨の旅に電話してきて高田がいました。ある時、金を貸してと電話してきました。同業者ですがお互い昔のように、羽振りが良かった時代ではありません。今は別の仕事をしているようです。一度貸すと ATM みたいに思われたり、帰ってこないでしょう。財務と言われるお伏せの後で金欠に陥ったのだと推測され、何でそんな奴に戻ってくるかどうかわからん、金貸さないといけないんだと断り、また別件でかけてきたみたいな感じで留守番電話に入ってましたが、着信拒否しました。あの組織の財務の一部になるなんて絶対嫌です。別の友人は驚いて貸してしまったそうですが、必要になった金の詳細は今時そんな仕事ないわ。発想が古いつてものでした。熱心に新人してそれはないやろ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解き歴史の真実を探って、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。そのほとんどが、赤、マルクス的なものはダメというものです。友さんの主義、友さんは共産なのですが、
その恐ろしさの本質を皆さんにお伝えしないといけないと、散々なアクセス数を叩き出しながらも続けています。今表立って活躍できる人たちは、社会の窓主義や友さんの主義者だらけ。池田の大ちゃんもそれ。資本社会とも三三つの主義がございます。三つの主義しかございません。この三つは世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもの。資本だけが自由に楽しく生きられて社会の窓、友さんの世界は必ず辛い思いをさせられます。指令されて動かないといけなくなったり常に不自由な生活を強いられます。とても恐ろしい計画がありまして、国民が選んだという形を取らせて、まず資本の世界を潰させます。そして、社会の窓主義の世界にして、後に友さんの世界にして、世界を一つにワンワールドにするという計画がございます。国境は大切です。衛生観念の違う人たちと混ぜられるのは嫌です。スピリチュアルにハマってる連中は、資本の主義がダメなんだと思い込まされてるようです。世界平和がなんちゃらかんちゃらと、社会の窓主義に飲まれてしまった貧困の子供たちを助けないとと思ったり、うまく利用されています。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている状態です。私は資本主義と日米同盟だけ守っていればいいという考えのもと、他の国で行われていることはほっとけと切り捨ててます。私は20代後半で、スピリチュアルの勉強会なるものに、仕事関係者の方に生かされました。多分、新しい英二君だと思います。気持ち悪いなぁと、トイレ休憩で帰ってきました。そこから、私はスピリチュアルウォッチャーです。実はその前に10代最後で、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用の書籍にハマって、転職後、潜在意識の活用ってすごいと実感してました。その時、ジョセフ・マーフィー先生も、スピリチュアルの一つであることを認識していませんでした。ジョセフ・マーフィー先生は、ニューソートの牧師であり、翻訳家が詐欺師、悪徳商法である。催眠商法を作った島津の光一であることを30過ぎてから知って愕然としました。日本人であるならば、保守でないといけない。とやってる奴がいます。保守保守うるさい連中は、ニューソート運動をやってるのではなかろうかとニューソートに焦点を合わせると面白いように、保守の代表格の方がニューソートにつながりました。私は保守は極左かカルトと思ってずっと敬遠していました。しかし、AB さんが保守という立場の定員ワン教の会を利用するのは、賛成でした。立ってるものは、カルトでも使えです。民主に政権取られてたのです。利用できるものは利用しなくっちゃ。戦後の日本国民は、政治に興味を持たないよう持たないようにすり込まれています。政治の世界は、日本国民不在の中で行われていると感じていたからです。もともと、社会統計の実にお偉い肩書きが立派な素晴らしい先生との光栄なお仕事で、気づきました。資本主義と日米同盟を守れるのは、自民だけ。時は、小泉政権か、私、小泉さんのこと嫌いでしたが、あの時振り返って、あのおっさんでも、自民というだけで、小泉でよかったんや。と納得して、愕然としました。政治家に、清廉潔白や誠実なんて求めてはいけない。どこが資本と日米同盟を守れるのかだけを考えて選ぶべき。日本人であるならば、保守というのは、何も知らない日本国民を保守という名で束ねようとしているんです。とにかく、国民が選んだという形で、資本を潰すことが、工作員みたいなこと、やらされている人たちの使命なのです。テレビ新聞雑誌は赤組織です。私たち、日本国民はしたたかに、赤く染められないよう、このからくりを知りスルー力を鍛えるべきです。さてさて、うちら日本人は、選べる政党、自民しかないねんで。しつこいよ。私は、産経新聞2023年11月19日岸田の風民政権、支持率2割台の衝撃。自民の支持率も目減り。現役世代の離反。あら大変。てか、ほんまに、記者、
マスコミは日本を壊すことを使命に動いてるやん。小説家が作った政党が人気とか。こういう記事で自民と国民を引き離そうとしてくる。テレビを見て、ちゃんと政治に興味を持って勉強してるとかいう人らが国を壊そうとする。保守保守うるさい人たちは、AB さんと自民を支持してるけど、比例は別の政党を書きましょうと、自民の票を割らすこと、減らすことばっかりやってきました。もう、騙されないでね。